LF ラジオ。はい、LF ラジオ第31回ですね。はい、はい、31回ですね。本日お送りしますのはすいません、31回ですね。はい、今日も環七沿い新大田の立ち飲み屋兼レコードショップ LF よりお送りしております。はい、本日お送りいたしますのは、はい、LF の間です。ライカフレコーズの辻です。ナビゲーターの七重です。辻くんが久々にいる。もう辻くんがいて、もう感動して泣きそうだよもう。なんで怒ってんすか。なんで。え、怒ってねえよ。いやいやいや、辻くん久々。緊張しないだろ。元気。なんでだよ。元気にしてた。元気。でもずっとラジオやってたんだもんね、シネマ。そうなんすよ。で、実はね、ラジオが終わっちゃったんすよ、シネマね。終わっちゃったんだね。終わっちゃったの。7人も出てもらったし ね、 ね、どんな人に出てもらっても、あれ最後が収録だった。収録っていう、え、最後収録だったの。びっくりしたよ。悲しい。すごくない。だから9月いっぱいまでって聞いてたから、さ、ちょっと前に聞いてたじゃん。はいはいはい、だから今月はとりあえず厳しいっていうサインなんだなと思って俺。はい、そしたらもう終わったんすよって思って終わったんだっつって。じゃあこの週出れるんだって。え、そういうことな。そういうこと。え、今日が9月26日、昨日終わった。だから昨日で終わり。そう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 。しかも昨日生じゃなかった。そう、なるほどね。昨日のやつが収録だったんだ。そうなんだ。すごいね。そういうことか。惜しまれながらも終わっちゃいました。惜しまれながら。どうでしたかラジオ。いや、楽しかったよ。楽しかった。楽しそうだった。うん、うん、でも土日ライブしてさ、あ、月曜ラジオは結構きつかったね。そっか、とかそればっかりだよ。そう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 、そうだよ。 それはきつかったっすね。うん、まあでもなんかメンバーと話す機会がめっちゃ増えるから、うん、打ち合わせで、打ち合わせっていうか、なんか、まあ、普通に会話してて、ライブどうだったっていう話を、うんうんうん、あ、そっかそっか、めっちゃするから、意外となんか振り返れるなって思う。なるほどね。てか基本的にこう会う頻度が高くなるもんね。そう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 。何か不満というかさ、何か直したい点があっても、うん、ラジオだったらとりあえず冗談っぽく言えるからさ、そう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 、風通しが良くない。そうなんですよ。それはありました。なるほどなるほど。それがなくなっちゃうってことは、そうですね。そうっすねじゃないか。滞る感もないから。そうっすねじゃないよ。前回が9月の12日収録で2週間来ましたけど、何か面白いことなどありましたか？そうね、僕は、はい、まあとりあえず一昨日、はい、七重が出てる映画を見に行ったんですけど、そうですね、ピアフィルムフェスティバルの話結構長くなるんで、うん、後ほど後ほど、それ以外なんかみんなあったら、僕は、はい、ロロの BGM って新作を見に行きました。あ、そうだったんですね。なんかパンフレットいけてますね。なんかそう、下北の鈴なりを、うんうん、ですごい有名なとこで、で何ぐらいしたかな、結構1週間で1500人ぐらい入ったらしい。へー、すごい。もうでかいし。鈴なりってキャパどれぐらいなんですか？キャパね、まあ作り方だろうけど、多分1回150人がマックスぐらいかな。え、それで1週間で。そう、まだ昼夜公演あるから。あ、そっかそっか。なるほど、なるほどね。ほぼじゃあ前全部満員で。そうね、最初の頃はちょっとまだ余裕あったけど、もう多分2日目、3日目ぐらいから多分もうずっと完売状態だったんだ。へー、すげー。で、なんかまあでもロロな、そう説明するわけがいかない。ちょっと最近ロロは、うんうん、まあ 4,5 年前はもう俺結構ずっと追ってて、はいはい、4,5 年前は結構キラキラしてる演劇だったのよ、はあ、なんていうか、はいはい、まあ、美男美女が揃ってるわけ、はい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 、この劇団自体に、うんうん、でその中でやっぱこう恋愛恋とかをこうやるんだけど、なんていうかやっぱ甘酸っぱい感じとか、はいはい、それこそその、うん、照明とかでキラキラする感じとか綺麗な感じだったの。それがここ 2,3 年ぐらいでちょっとその脚本の三浦くんが、はい、多分何かいろいろ変わって、
ちょっと難しい方というか、ちょっと成熟したんですかね。成熟したんだと思う。そう、青春のきらめきから大人に。ちょっとね、妄想癖がある感じだったのね、昔は。つまり、はいはいはい、ファンタジーがね、ファンタジーの恋愛っていう感じだったけど、うんうん、はい、それがぐっと自分の内面に入るみたいな期間になって、で割とここ 2,3 回僕見てるのはそういう感じだったんだけど、でそれこそなんかあのなんだろう、あ、俺あんま分かんない、なんとかショーとかあるじゃん、その演劇のさ、はいはい、エントリーされる、はい、岸田ショーとか分かんないけどね、なんかそういうのとかもエントリーされるようなことになってて、へー、で今回はどんなだろうと思って、今回その、ね、結構音楽が、うん、BGM ってタイトルですもんね。そうね、うん、それもあって割と中心というか、あの EMC ってあのエンジョイミュージッククラブ、そうエンジョイミュージッククラブの江本さんという方が音楽を全部やってて、さらに出演もしてて、うんうん、まあ、割となんかそれを中心に作られてるっていうこともあるかもしれないけど、すげえなんかポップに見れる、うんうん、作品に戻ってて、まあ、ちょっとなんかなんかあれですよね、あのライトブルーって、ああそうね、あのダンス、 そうそうそう、それこそ音楽じゃん、前振り付けされてたあれの音楽が江本さん、 あれも江本さんなのか、うんうん、そっかそっかそっか、あの福島のね高校生を でダンスと音楽みたいなやつで、うんうん、そうそう、多分それのまあその時にいろいろ流れができてるんだろうけどね、まあ、へ、まあ、ボリューム13かも結構やってますけど、すごいですね、うん、まあ面白かった、もうちょっとあとは仙台と三重しかないみたいなんですけど、あ、そうなんだ、でも回ってるんですね、うん、全国、そうね、なのでまあちょっと機会があった、でもちょっとね値段がどんどん、ね、高くなってるやろうろ、うん、そうでしょうね、4500円、あ、うん、そうなんですね、結構だね、うん、前は普通にアゴラっていうとことかだと2500円とかで見れた、はいはい、まあ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 、それはやっぱでかくなるっていうことですね、いや見てみたいな、ちょっとロールぜひ何かあったらって感じですね、はい、私は、17日にあの下町コメディ映画祭で出演作の Windows アップデート物語を突然にって、あの、うん、大北さんが下なんだろう、プープーテレビってあのデイリーポータル Z の動画部門みたいのがあるんですけど、それで毎年ちょっと短編の動画を作ってて、去年末とかに撮影したやつがグランプリを取ったそうです。すごい。どっかで見れる機会があればいいんですけどね、でも予告編が YouTube に上がってるんですけど、予告編だけでもめちゃめちゃ面白いんで、それは見てもらいたいですね。あとはそうですね、ワンピースの上映と、あとなんだろう、特にないかも。伊勢丹面白かったですっていうのと、あ、店番立つってた、そうですね、伊勢丹面白かったですね。あとはあの和田さん宮本さんと撮影をしました、あの、うん、和田真嗣さんと、うん、はい、それぐらいかな、うん、あとはなんかやっぱ暇なんでずっと映画見てるっていう感じなんですけど。うん、そんな感じだな。何よりさ、ベイキャンプ行ってたの？あ、そう、ベイキャンプ、そう、このベイキャンプの話前回のラジオでやってるから聞いて。ガッツリ、結構ガッツリ。そう、ベイキャンプに行って、あの絶望した、帰れない、こんな無人島みたいなところに連れてこられて帰れないなんてってなって、絶望してとぼとぼ歩き回ってたみたいな話。え、帰れんかったのね。いや、あの、コムカミのそうライブの後に、そう、聞いて、そう、いや、聞くわっていうほどあるか。いや、うん、まあいいけど、ツイッターでやってると思ってたから、なんか帰れないのかよと思って、帰りたい時に帰れないのかよ、帰るって言ってんのに諦めたみたいな話だからさ。あ、そうそうそう、帰れよって思うよ。でも始発中の始発で帰った。ああ、そうなの。始発中の始発。夜行ったのね。そう、夜。うちら見てないのね。そう、夕方ホームカミのワンマンがあったから、その後行った。ああ、なるほどね。そうそうそう。なるほど、そういうことか。そうそう。ね、いた、でも帰っちゃったんでしょ？そうそうそう。ちょっとフィーバーでね。って聞いて。イベントがあったから。そうそう。あの日か、なんだっけ。あの、ナインデズワンダーと、あの日だ。アッパーのカミング。そうか、そうか、そうか。テラちゃんにお願いした、ね。あ、そう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 。そ, うすねうん、そんな感じかな、うん、そうですね、私もそのワンピースチャレンジのお話とかが結構主にしたいかも、うん、辻君は僕はもうひたすらライブ開きましたけど、ひたすらライブもうツアー終わった
終わったら終わったでやっぱ、うん、まあ、フェスシーズンだったし、そうね、まあ、ベイキャップも出たし、うんうん、まあ、その後も結構いろんなイベント出て大阪も行ったりしたし、あ、自分らのイベントがオーパーツ、あ、オーパーツが岐阜であって、まあ、それもやりつつ、まあ、大成功しましてよかったです。天気とかも良かった。良かったです。ああ、良かった。それは無事5周年です。5回目です。すごい。5回目か。毎年やってる。結構やってる。毎年やってますね。来年は行こう。来年はちょっとやらない。なんかやりたいです。あ、来年やります。うん。え、最初に出店しましょうよ。そう、それやりたい。出店したくない。ね、遊びたい。遊びたい。それ、さあ、それで。うわ。うわ。まあ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 。出店含めてちょっと。そうですね。うん、面白いと思います。もうちょっと俺も自由になるからな多分、はい、そうですね、うん、行こう、うんうん、あとね、アット・ザ・ドライブ・インの来日があったんで、お、見に行ってきたんですけど、まあやっぱ良かったですね。アット・ザ・ドライブ・インか、復活。アット・ザ・ドライブって一番有名なアルバム何？リレーションオブなんとかかな。自分わかんねえのかい。あの多分、多分あのあれじゃないですか、あのどうてちゃうわの曲。何それ。あの空耳の空耳、それでめちゃくちゃになんか有名になった。それで有名になった。有名になってたけど、有名だったけど、さらになんかそれでもう一回なんかやってみたいな。なるほどね。そうなんです。名作か。そうなんです。え、演奏は衰えてないの？いや、良かったです。良かったです。ま、やっぱもう17年ぶりの新譜だったんですよ。この今年すごいね。やっぱその辺の人たちの復活して、で僕フジ、まあ、復活してからしか見てないんですけど、復活してフジロックサマソニーで今回を見に行ったんですけど、一番良かったですね。おお、そっか。それはすごいことだな。はい、でもやっぱ当時見てた人からすると、うんうんうん、まあなんかいろいろあるみたいですけどね。まあまあまあそういうのはね。うん、それはハイスタもきっとそうだね。まあそうですね。うん、まあ、そういうもんですよね。うん、ハイスタ出るな。あ、アルバム。あれ全部落ちた。チケット。マジですか。全然無理。前回のラジオで今月はそれがっていう話をしてて、え、あれはコピーしてないですか、まだ。なんかあれしてないな。渋谷駅に出てるんだ。あ、そうそう、でそのなんかもう普通にコード風っていうんですか、あ、あるの、バンドストアができるっぽいです。ダウンロードできる、まあ、できるんだ。でコピーしてそれを、まあ、紙にコピーしてみたいな。でもそれでうわそれやんないと。だからそれが苦悩やりたいって言ってましたよ。やりたいよ。発売5日だからそれまでに何とかしないとな。だからもう上げてる人とか結構いる。やっぱいるのかな。そうなんだ。でも全然話題になってなくない？意外と。だっていやでもその張り出された時はめっちゃ話題になりました。それは確かに。でも確かにやってるのまだ。出たみたいのは。だって例えばなんかツイッターで見たな。誰だろう。ハイスタ。辻君の周りの人が例えばさ、だってさ、YouTube とか上げてたら大騒ぎになりそうじゃん。いやそうですね。うん。あえてあこな上げれないのかな、怖くて怖くて。やばい、やっぱ第一陣になるしかない。しかも本人も見そうだし。そうですね、絶対見るから、うん、でもね、そういうのをやってほしいから、うん、いやまあ多分そうだ、うん、きっとね、うん、公開してるんだろうし、誰かコピーしてくれよみたいな。タブフ、タブフ、タブフ、タブフなの多分。タブフってすごいな。まだ 見れてないんであれですけど、でも確かにコードフ、コードだけじゃったらちょっと、いや多分だってそれだと、そうだよね、意味ないですもんね。そうだよね、立東とやってんのかな、ね、立東でしょ。立東でしょ、譜面といえばね、立東だよね、はい、ちょっと急がないとな。もう来週ですよ。そうだな、うん、はいはい、そんな感じ。そうですね、そんな感じ、うん、結構告知の方があるかもな、うん、今俺絶賛し稽古中で、今もう実は猛烈に眠いんだけど。そっかそっか、に昨日今日明日今月末で、そう、明後日幸せてが本番で、829でしたっけ本番がね。普段使わない頭を使っているから、ちょっともう実はかなりクラクラしてる。なんか声とパフォーマンスで出演するって言ってたやつですよね、うん、まあでもそれはもうこれは放送の時も終わってるから。そっかそっか、うん、いいんですけど。じゃあ結構脳みそお疲れなんですね。そう、普段使わない頭を使ってるな。普段使わない頭を使ってるってどういうこと？
いやー、やっぱりなんて言えばいいんだろうな。それって見たらわかるんですか。え、これ普段使わない頭を使っているなってなるんですか。いや、なると思う、なると思う。なるよ。なんていうか、これは普段使わない頭を使ってやっているなってなるんですか。なるんじゃないかな。こっちが見たらってこと。そうだから、これ普段じゃ見れないっていうものなはずだから、ね、まあ普段じゃ見れないものっていくらでもあるけどね。でもそういうのももちろん分かって踏まえた上で、どうしてそんなことになるんだみたいな、まあでもそれって言葉で説明できないけどね。へえ、まあまあいいですわ。はい、でも映画の話ちょっとね、ニコさんもお待ちですから。はい、そうっすね、映画の話、映画の話、その名前が出てましたね。そうなんです、あのピアフィルムフェスティバルって今も開催中なんですけど、うん、あの映画祭がやってまして、それのワンピースチャレンジって前回もちょっと告知させてもらった時に詳しくお話ししてるんですけど、うんうんうん、あの鈴木拓司さんと矢口忍さんのお二人がずっと二十何年間、うん、こうカメラ固定で編集なしアフレコなしでこう一発で撮れたものだけで映画を作ったらどうなるかっていうのを撮り続けてて、でそれを他の監督がやったらどうなるかっていうのがそのワンピースチャレンジっていうやつで、その今泉さんのワンピースチャレンジ作品朝っぱらっていうのに出させてもらったんですけど、どうでした。いや、面白かった。面白かったですよね。本当ね、そう面白かった。あれ何、どこで消えるか分かんないですよ。ないのか、もう完全にあのそのスタートカットのところだけ決められるんですよ。そうそうそう、だから 10分間ぐらい撮ったんですよ、はいはいはい、それを多分8分35秒にしてるんですよね。まあ言うと七重と今泉監督があれ夫婦か、まあ一緒に住んでるか分かんないけど、うんうん、そういう風になってて、でか、違う、鏡があって朝、まあ、朝っぱらって題名で、そうそう、朝七重がこう化粧すると身支度しながら喧嘩してるっていう、そうそうそう、はあ、でやっぱね、今泉監督の場合主役が絶対映画監督なんだよな。うん、そうですね。でもあれなんかあの今泉さんのことを知ってたらめちゃめちゃ面白いじゃないですか。でも知らない、全く前情報なしで今泉さんっていう人も知らなくて見てたら、まあ、映画関係の何かの人なんだなっていう感じになるんだろうなと思ってました。あ、そのぐらいふんわりしてるか実際、うん、それ映画の仕事入ったらどうすんの、そう映画の仕事入ったらどうすんのって七重が不機嫌なわけよ。そうそう、なんか前、多分前の夜から喧嘩してて、うん、で朝支度してる時にこう思い出しムカつきして、それさあってなんでコンビニなのって、で監督が多分今、ね、仕事がないって、そうそうそう、多分撮影しようないところで、ね、空いてるから、はいはいはい、はい、で口喧嘩した勢いでコンビニバイト決めてきて怒られてるみたいな話なんですけど、これ結構全部言っちゃってるけど、まあいっかまあいっか、うん、そうそう、それをもうワン、そうそうそう、へえ、ワンカットで、でまあそう、感想はね、まああのね、七重のあの表情が、はい、あれってどういう時に見るんだろうなってすげえ思って、どういう時に見る、二人見てないから、片岡君も筋子見てないから何とも言えないけど、なんていうかさ、あ、ラジオの時とかじゃ、はいはい、見る顔じゃなくて、それは切れてますからね、うん、そう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 、切れてるっていうか、イラついてるから、うん、見る時って後で明日のアーの、うん、芝居の時にああいう顔してんのかなみたいな、なんか、いや、朝のは基本的に泣いたりわめいたりしてるだけなんで怒ってないんで多分ないと思います。わかんないけど、ないかな、あれ何なんだろうと思って、なんかこれ、うん、役入ってる時の顔だなみたいな、そうなんだ、ちょっと不機嫌なの、へえ、不機嫌っていうのが別に役のあれでもないけど、うん、あの表情って何なんだろうなみたいな、確かにあるんだ、なんか辻君の中でも多分イメージなんか浮かばない、なんかさ、なんていうかな、なんだろう、まあ素ではないですよ、素ではないです、シナリオありますし、まあね、うん、でも別にそんなにかけ離れてはないですけどね、普段イライラしてる時と、まあそう、だから七重がそのままできるような多分脚本っていう感じだったから、ね、別にそんなすげえ違和感っていうかそれはないんだけど、うんうん、あ、役の顔だみたいな、やっぱあるのが面白い、面白いと、へー、あ、でもあれ、あの朝っぱら見て私に着目する人相田さんぐらいだと思いますよ
まあそれはそうなのかな。いやそうでしょう。いや何が面白いって、うん、その後の今泉さんが出てきてアクションするあれが面白いんですよ ね、 そうだね、あの映画は。だからそのなんだろう、私が途中で仕事に行っちゃうんですね、うん、そうそう仕事で行っちゃって、その後今泉さんがそのまま家で何をするかっていうことなんですけど、そうそう、それが面白いから、それのこう布石じゃないけど、なんかそういう役割だから、なんかあんまり私に着目する人いないだろうなとは思ってて、まあ、基本的にそうかな。まあ、そうで、そう、でもこれやっぱどこまで言っていいのか分かんない。まあお笑いっぽいのよ。あ、はいはいはい、結果的にはね、うんうん、まあ、笑いが起きる、笑いが起きる。で今泉監督、まあ、短編だからそういう風にしてるんだろうし、うんうん、だからでもお笑いじゃないからさ。そうなんですよ、そこの、これ辻君と片岡君全然わかんないよな、うん、ごめんなさい。お笑いじゃないんだけど、やっぱ映画として成り立ってる感じが不思議っていうか面白いんだよな。そう、なんか今泉さんがそのアフタートークでなんかこのあと結構長く撮ってたけど、あそこで切ったのはそれが今泉映画だなっていうのがあって、そこでを止める点にしたみたいなことを言ってて、実はあのあとなんかあの今泉さんがこうゲホゲホ言いながら、すいませんバイト休ませてくださいとか電話するところまで撮ってたんですけど、そうそうそう、だけど休めないみたいな、じゃあ遅れていきますみたいなこととか、はい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 、って電話のシーンとかもあったんですけど、確かにそこまでいくとトゥーマッチだな、わかんないけどね、まあ、てか長いから、まあ、長いあそこが、あそこは確かに、ね、こう何かを飛ばそうとして頑張りすぎちゃって長いから、そうですね、なるほど、どうなんだろう、うん、まあだからそこもギリギリお笑いじゃないけど、うんうん、その映画っていう、映画っていうくくりが面白い。そう、なんかお笑いと映画、コントと映画の違いじゃないけど、そういうこととかに気をつけたじゃないけど、うん、みたいなことは言ってましたね今泉さんは。うん、なんていうか、そう、結局そこの切りどころによって、なんかもう本当に取り留めない、ただ何でもないものになっちゃうの。うん、なんていうかね、その例えばそう、今みたいに電話をかけるっていう、そのダバイト休みますって言ったら、割と起承転結ではないんだけど、うん、物語として完成するんだけど、まあ、オチがつくというか、ね、なんかちょっとよくわかんないところで切れたから、なるほどなるほど、なんかもうなんだこの映像っていう終わり方をするとこがやっぱお笑いじゃないっていうか、完結させない感じの、なんかそこが面白かったな、やっぱり。なんか私、昼のワンピースクラシックインターナショナルって、そのあの過去作品、その矢口さんと鈴木拓司さんが過去に取りだめてたもので、その英語の字幕を海外向けにっていうことで、英語の字幕付きで面白いもの13作品を昼間上映してて、それも見させてもらったんですけど、なんかそれを見た後に、なんだろう、そのやっぱ映像と映画の違いとかってなんだろうとか、そのなんか同じ条件なのにこんなに使い方で全然違った作品ができるんだなとか、その映画のを鍛えるために始めたみたいなこと言ってたけど、それがすごい面白いなって思ったし、そのワンピースチャレンジで7人の監督がそれぞれ違う作品を一気に上映した時もめちゃめちゃ面白かったんですよ、はいはい、本当、やっぱそのなんだろう、その過去作品に対してとかもあると思うし、その他の自分以外の監督と被らないようにとか、微妙な競争心だったり戦略みたいなのをそれぞれが持ってて、みんなその画面が固定だから奥行きとかこう左右の空間を使った作品を作ってくると思ったから、平面のものにしたみたいなことを黒川さんとか言ってたじゃないですか。その使い方とか、そのルールの中でどれだけ自由にやるかみたいなことをみんなが練りに練ってやったものがめちゃめちゃ面白くて。そうね、そうそう、 あれでもだからそれだけ、もうそれだけの作品だから、逆にやっぱ監督の濃さが出る、うん、そうなんですよ、うん、もう本当結構濃かったなと思って。濃かったね、確かに。映画一本見るより短編で何本も見てるの、なるほどね、短いはずなのに、なんかもう映画祭みたいな感じだったなと思って、それだけで。確かに、確かに、そうなんだよな。そうそう、
だし、あとそのそれぞれの作品に対して の, その鈴木拓司さんとか矢口さん の, その面白い点を見つける視点が結構面白いなと思って、あのお二人の、そうそう、さすが主催者だよな。そう、なんかすごいなって思いました。うん、で他そのビリッジオンザビリッジっていう映画の黒川監督、はいはいはい、で脚本がそのオーロと一緒にバンドやってる山形ってやつが書いてるやつとか、はいはい、で、うんうん、あれ結局これ田中純一の名前なんで書いてねえんだろ、あら、あれ神が出てきたなんだ、ごめんなさい、おっしゃった。田中純一郎があれプロデュースしたらしいんだよ全体。あ、そうなんですね。そう、へえ、学生を大比林大学の、そう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 、映像の、でもね今回でも授業みたいな、ね、あの何人の中で一番面白かったのは黒川さん、この映像としては一番面白かった。あ、私もそう、他にどれが気になりましたかって聞こうと思ってて、私が気になったのが、うん、その大航海時代って松野泉さんのやつと黒川さんのやつで、その2人のやつって結構その空間の使い方がそうね、そう面白い作品だったから独特で、うん、黒川さんはあれすげえ情報、どっちかというともう情報が溢れすぎちゃって、そうそうそう、もう画面なんかね、あれどこ見ていいか分かんないし、そうそう、海岸沿いにさこう段になってる、うん、こう階段じゃないけどちょっと階段よりか広 い, いななんか川べりみたいなところってあるじゃん、うん、はいはいはい、そこに学生がこう3列みたいな感じでこう5人5人5人ぐらいでこう座ってるのよ、はあ、でそれがバンとクローズアップされてんだけど、全員が別に全員映ってるわけじゃないのね、そうそうそう、こう切れちゃってる人がもいて、で目の前カップル2人だったりとか、うんうん、なんか全然関係ない話してる人とかが同時に同じそのベルツベルの話とかしてて、うんうん、それが5分54秒しかないわけね、はいはいはい、でも別にそれも何も取り留めがないんだけど、はい、まあ、だから変なこと起きてたけどね、なんかちょっとへんてこななんか優勝ですみたいなアイコンが起きてたんだけど、うんうん、まあちょっとそういう要素ありつつ、なんかねもうどこを見ていいか分かんない、画面のどこを見ていいか分かんない、どこを見ていいかも分からないし、その音の調整ができないから、うんうんうん、誰のセリフを聞いておけばいいのかも分かんないみたいな、そうそうみたいなので、なんかあの野球の観戦してるみたいなイメージ、うん、って言ってました。それをその顔の寄りで撮ってるみたいな風にしたくて、でもその向かい側には川があって音で川があるってことが分かっててみたいなことを言ってました、ね、その画面の向こう側のことを想像させてるみたいな、でそのみんなが鳥をイメージしてるみたいな、羽があるんだみたいなこと言ってたじゃないですか、あ、言ってたね、でその要するにそのみんなが鳥でこう群れになって騒いでるみたいなことだったんだなって思ってるんですけど、あ、なるほどね、うん、あ、そうそう、ちょっとな、そう、うん、伝えられないな、これめっちゃ伝えられないんですけど、うん、でもこれこのあと京都と東京でああのピアノ特集上映があって、そこでそうなんだ、ワンピースチャレンジも上映してもらえるみたいなので、ちょっと確か京都が10月で東京12月とかになるって言ってたと思うんですけど、まあ、それはまた改めてお知らせしたいなと思います、ね、あとそう、あのね、朝っぱら、朝っぱらなのにさ、うんうん、カラス泣いてたよな、はい、あ、泣いてましたっけ、あーあー泣いてんなと思った、それ今泉監督言おうと思ったけども俺カラスだ、ここだでもなんか泣いてましたね、音がしてた、うん、外朝だから、朝だったら鳩じゃん、どっちかというと、鳩ってどんな鳴き声、鳩わかんない、え、鳩って鳴くんですか、こうこうみたいな、へ、多分、でも別に夕方ではないんですよあれ撮ったの、あ、そうなんだ、うん、そうそうそう、おい、カラスだぞって思った怖あれ1回しか撮ってないの、あれ何テイク撮った、3テイクぐらい撮ったかな、たでももうヒゲをそる、じゃあ次剃りますで剃っちゃってるから、 その1回を使ったっていう感じですね、あ、なるほどね、なるほど、そっかそっか、それはそうだよな、うん、なるほどね、そうそう、でも、うん、夕方ではないです、あれ撮ったの昼間です、そう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 、そう、ちょっとなんか鏡を使ってるのとかも被ってたけど全然被ってなくて、そう、ね、そうそう、面白かったな、吉田浩樹さん
その前日私吉田光輝さんの3つの光っていう今新宿ケイズシネマでやってる映画、監督されてる映画見に行ったんですけど、うんうんうん、その時に明日ワンピースチャレンジって今泉作品に出させてもらってますみたいな感じでご挨拶した時になんか結構見たって言ってて、過去のワンピースのその作品出てる DVD を4本見直してって言ってたから、で7人のうち一番最初だったじゃないですか、うん、その矢口さんと鈴木さん過去作品一つずつ上映した後に、うん、吉田さんのが来て、なんか本当にこう研究しましたっていう、はい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 、勉強しましたっていうのが感じられて、真面目だなってめっちゃ思ってそういうことだね、そうそう、うん、面白かったな本当に。あと三宅翔さんってその当日いらしてなかったですけど、2067年東京っていうのとかも、ただこうみんなが歌ってるだけなんですよ、童謡みたいのを、焚き火の前で童謡を歌ってて、こう結構顔のアップっていうか火がちょっとチラチラって見えてて、なんか歌ってるみたいなだけで終わるんですけど、そのタイトルをワンカット目とするかっていう話、うん、そのタイトルが2067年東京って出て、うん、その絵が続くっていうことだけで、そこが2067年なんだっていう思わせるってこととか、まあ、もうそれだけ、なんかうわ、ね、映画だって思って、そうだね、そうそう、なんかすごい面白かったですね、その映画の技法についてとか、その何を撮りたいかっていうことが決まることが大事なんだっていう深田さんの話とか、はい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 、すごい面白かったですね、うん、それも歌って童謡みたいな感じじゃない、そうそうそう、昔から俺は知ってるような歌を歌ってて、そうそう、だから2067年の東京なんだって思うしかないっていうそうそうそう、 うん、まあまあそうね、うん、面白かった、だからそういう監督のやり方とかやっぱ、そうそう、なんか本当にそれぞれのギュッと詰まっててるのがギュッと詰まっててめっちゃ面白かったですね、うん、はい、ですね、ちょっとまあそうだね、うん、あんま言えないからな言ってるけど、言ってるけど、ね、もう言ってるけど、うん、はい、はいはい、じゃあ CM 行きましょうか、はい、今回ジングルショー作れなかった俺も、やっべの認識としてはセ・リーグとパ・リーグは分かれてて、野球って括りは一緒なんだけど、ずっとインディー組はインディー組、メジャー組はメジャー組みたいな世界が違うと、ルールとかも違うのかな。私の認識としてはセ・リーグとパ・リーグは分かれてて、野球って括りは一緒なんだけど、ずっとインディー組はインディー組、メジャー組はメジャー組みたいな世界が違う、ルールとかも違うのかなって思って、セ・リーグとパ・リーグ、巨人は何なんですか？巨人はドメジャーですよね。待ってください、巨人は最強ってことですか？巨人から生まれた生命体が陸に上がったりとかして、どうやって生まれたんですか？デッドボールって死ぬんですか？ルール違反ですね。スポーツマンシップに多分乗っ取ってないですよ、ね、ハムスターズさんおめでとうございます。ハムスターズ勝利、初のファイナルステージ進出を決めました。やっとおめでたいってことが分かりました。おめでとうございます。ハムスターズさんおめでとうございます。おめでとうございます。LA フルラジオは何や、すごいなこれこの番組はクリームたい焼きカスタード、香ばし茶、ワルツ、ウォシュレットが好きなパーソナリティでお送りしておりますはいはい、はい、ということで今日まあ、ゲストに、はい、騒ぎのドラマ、下北の、マボネン、居酒屋マボネンの店主、ニコさんに来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございま す。説明が長くなった俺だんだん説明長くなってる俺よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に1曲それ
ウォシュレット。ウォシュレットっていうか、あの、LF ラジオをこんな不安と言ってくださるゲストの方初めてですね。結構みんな勢い、確かにもしくはぐちゃぐちゃみたいになる。緊張で。って気持ちいい。もうすでに気持ちいいから、ね。余裕がありますね。余裕がありますね。いますか。ありがとうございます。はい。なんでウォシュレット？いや、ウォシュレット、この LF にウォシュレットついたみんな知ってますかね？聞いてる人が。あれ名前気づいてない？え、てか使わないし別にだって。いや、俺ね本当にねウォシュレットってもっとみんな使ってるもんやと思ってたら、辻ちゃんも使わへんし。使わないんすかみんなウォシュレットって。あれ使わないですよ。俺何のためにウォシュレット使ったの。いやでもありがてみんな多分使って人いるんですけど。みんな使ってくれてます。うん、あの実はそう LF のウォシュレットLF のトイレがウォシュレットになったんです。そうなんですよ。え、リニューアル、リニューアル、リニューアル、実は、ね、そうバージョンアップ、それを実はニコさんがつけてくれて、2周年の2周年記念で、ありがとうございます。スーちゃんに何をあげようと思ってみんながお酒を送ってるとかまあいろいろ送るってなってるんですけど、俺は何がいいかなと思って施設のバージョンアップを、そうこの施設を見た時に俺はウォシュレットが必要やと思ってウォシュレットを送ったけど、ウォシュレットにはやっぱり取り付け業者っていうもんが入るんですよ ね、 そうですよね。で取り付け業者にウォシュレットを頼んだらそれだけでまあ結構かかる。あ、そうなんです ね、 お金がかかるから、じゃあ俺が取り付けるわっつって取り付けたけど、つけてくれたんですか辻君が。もう全然俺ウォシュレット使わないんでいや俺誰のためにこれは。でもまあお客さんのためやね。そうですね、これから3周年に向かってウォシュレットがあるから安心していけるっていう、そのためには。いや、ありがたいですよ。絶対もう前のなんか便座みたいのなんか嫌だったからね。そうなんか安い。ほんまですかそれ。いや本当ですよ、本当ですこれあ、そうなんですね。そうなんです。それであれやったんや。ありがとうございます。そうなんか一応ねこの引っ越しするときに前の便座を置いといて、はい、こうもしこのお店を辞めるってなったら元の便座に戻して帰らないといけないみたいな決まりがあるんですけど、はいはいはい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。一応ね、捨てちゃったじゃない残置物じゃないですか。それをね俺は辻君に言ったら辻君がいやもういらないです、捨てます。まあ確か買えばいい、ね、男らしいけど捨てんねんやと思って捨てるでしょ大体。だって置いたいのが嫌だもんね。いや絶対さウォシュレットからそっちに戻りたい人はおらんもんな。そう絶対戻りたい人はウォシュレット行きたい人はもうあんまおらんねやって俺最近知ったけど、ね、いやまあみんなあんま戻りたいってよくわかんないですもんね。あんまでもほんまウォシュレットって使わないですね。使う人は使うんですよね。やっぱでも一回ハマったらもうずっと使うんでしょ。ハマるならっていう言い方が世界観の話ね。いやでもそういう感じじゃないですか多分。俺怖いんだよウォシュレット使うの。そうなんです、怖いんですよ俺正直怖いのよ。カネク使う？使います。ああ使うんだ。あ、よかった、よかった使う人がいた。いやもうでも割合で言ったらすごいお客さんなんで、ね、やっぱ 25% っすから俺のそのウォシュレット、ウォシュレット好きなわけじゃないんですけど。そうなんです、まあ、でも好きですけど。この LF を見渡して足りないものはウォシュレットだって思ったってことですよね、うん、そうっすね。なんかまあ僕もその4月に店オープンしたばかりなんですけど、はい、そのいろいろお祝いでもらったけど結局一番使うものが嬉しいってなって。そうですね、なるほど。なくなっちゃったらなんかあげたけどなくなっちゃったなってなるから、うんうん、ずっと残るもんにしたろうと思って、はいはいはい、辻の頭の片隅にずっと俺をいさせようと思ったらウォシュレットになった。なるほどね。でもウォシュレットの話はそろそろ。あ、そうしよう。大体ウォシュレット4月ですか。マボネ始まったの4月。今年ですか。4月。今年ですよね。もっともっと長い感じしますよね。長い感じする。まあ、そうなん。それはもうほんま来すぎやからハマってます。めちゃくちゃ行っちゃってるんで。そっか。はい、4月です。でそのありがとうございます。で僕が行ったのが香ばし茶で行ったんですけど、香ばし茶杯っていうのを出してるんですけど、香ばし茶杯はあのパックなんですよ。パックで、はいはいはい、なんかそれ割る用に作られた。そうですね、焼酎割り用に作られた抹茶玄米茶緑茶のブレンド茶ですね。でそれで何杯もいけるんです。あのそれ出る自分で割るってこと？えっ、ー、と
もうティーパックをそうすだ薄くなりゃいつもそうそうそうティーパックをホッピー制度みたいな。そうそうそう、だから中だけ頼んで頼めるみたいな。へえ、中だけ、中だけっていうか水は、焼酎と水を足して中って言われたらお出しするっていう。そうなんです、だから2杯目から安くなるっていう、まあ、ティーパック入ってますよね。あれ水は入れますよね。水入れます、水入れます、さすがに。そうですね、スイちゃんの時はほぼ入れてないですけど。そういうシステムっすね。なるほどなるほどなるほど、それが美味しいんですよ。香ばしちゃう。そうなんだ、ちょっと今度行った時飲みます、うん、あ、ぜひ。はい、相田さんのクリームたい焼きカスタードは、うわー、別にそんな、あのファミマにあるんだけど。え、ファミマにたい焼き売ってるんですか。もっちもちって言うんですよ。めちゃくちゃうまいっすよ。もう売ってるかどうかの答えよりもちもちしてるって言いたいぐらいもちもちしてる。本当にもちもちしてる。白いやつですよね。そう、うん、知ってる、知ってます、知ってます。どういうこと、ね、あの普通あのあそこにあるやつ、レジのとこにあるやつですか。違う、あのね、そういうスナック系じゃなくて、違うんや、シュークリームとかの隣にある感じで、和菓子カスタードなんですよ、中が。あ、そうなんだ。もうね、あんなのないぞ。本当本当。ちょっとないぞ。ほんまにすごい、ね。大判焼きってわかります。はいはい、大判焼きみたいな、でもあんな風に焼いてないし。なんて言うんでしょうね。パサッともしてないし。牛皮で包んであるカスタードでたい焼きの形してるみたいな。牛皮って。じゃあほんまにもちもち感がすごい。言ってるじゃないですか、だから。もちもちなんですよ。スポンジっていうよりも。お餅で包んであるみたいな感じですよね。そうそうそう。でもお餅じゃないんですよ。そう、あれ何なんでしょうね。そう、何円ぐらいですか。140円です。今日も食べましたお昼。ちょっと稽古の途中。じゃタイムリー。好きじゃん。うまいっすよ。本当にあれだけは。あれ冷たいお菓子なんですけど、温めても美味しいんですよ。うんうんうん、いや、随分知ってんじゃない。思い入れが。私は結構もちもちフードはチェックするんですよ。なるほどね、もちもち系女子っぽいな、おい。そう、チェックするんですけど、結構昔からあるんですよ、それ。あ、そうなんだ。そうそう、あれはなくならないでほしいんですよ。でもファミマじゃなくてもあった気がするけど、ファミマなのかな。いや、あれファミマでしょ、一番いい。あ、そうなんですね。そっか、カスタード、カスタードクリームですね。カスタードクリームたい焼き、たい焼き、たい焼きっていうか、もちもちの、もちもち。なんかあんこのやつもあった気がするけどな。俺あんこと生クリームだったらそれが一番いいんだよな、あれで。ああ、小倉たい焼き、ちょっと長くなるから、ね、はい、いや、これさ、本当に俺さ、うん、絶対、うんうん、ウォシュレットあげるよりたい焼きあげたい。喜び方が140円で、いやいや、すごいや。そういうことじゃないですもう 50% やから。俺はツイちゃん知らないの、それ食べたことないの。僕食べたことないです。へ、いや、それは自分でできるけど、やっぱウォシュレットは誰にもできないんたい焼きではね、自分で買いに行って自分で食べれるし、もう自己完結ができるけど、ウォシュレットは自分でつけられないし、できないんで、やっぱ、うん、そうっすね。毎日うちのお客さんに喜びを与えてくれてる。そうなんですね。そう、永遠に続けばいいと思います。そこに貼っときましょうか。貼っときましょうよ、マボネコさん。で、あ、そうね、によるマボネシールないですか。シール、あ、ないっすよね。ステッカーみたいなやつね。マボネプレゼンツ絶対可愛いっすよ、ね、ステッカーをね、あの提灯の、あ、提灯じゃないか、文字のあります、あれ可愛い、提灯に書いてある文字ですよね、はい、あれ、はい、ロゴ、ロゴ、あれ、そんな流れになる、俺ウォシュレットからLFL がウォシュレットに貼りたいという要望があったので作りました。ステッカーできました。じゃあ作ります。私が言ったワルツは中目黒にあるカセットのとかのレコード屋があって、最近初めてお店にやっと行けた。かわいいよね。そう、かわいいし、めっちゃいい匂いしません。そう、そう、あれ、ね、何あの匂いと思って。カセット専門店なんですよ。そう、前辻君が買いに行くって言ったとこ。それは違う、そうかもしれない。あ、そこじゃないです。それは違う、そこは別なんですけど。そう、カセット専門店で、まあ、基本中古だよね、あれ。中古も、新しいのもある、うん、新しいのもある、すごいですよ。新しいのも置いてた。それいつオープンしたの。それも去年ぐらいじゃん。うん、最近です。
しかも中目から結構歩くんですよね。そう、お前流行ってるんやな。流行ってますね、うん、カセットテープ、カセットデッキめっちゃ売ってるんですけど、そうそう、めっちゃ高い、うん、だってこの前私450円とかで買ったなんかカセットテープね、カセットデッキ、デッキね、デッキ、ウォークマン、ウォークマンね、ワールドなんだっけ、ワールドなんとかみたいな、なんだっけ、そうそうそう、ステレオって書いてあるやつ。ああ、よくある、うん、でこれでちょっとシャムキャッツかけたら回転が速くなっちゃった。そう、早い、はあ、どう、早い、早かったね、うん、なっちゃって声が高くなっちゃって、夏目くんが女の子みたいになっちゃってそうそう、それは難しいよね、うん、そういうのが古いと、そうなの、そうなの、めっちゃいい匂いして、うん、あとなんか映画のサントラとか置いてたのがいいなと思って、ね、映画のサントラをこのジャケットで買えるっていうのがいいなと思って、そうそう、あと結構昔の雑誌とかも置いてあって、あ、そうだね、そうそう、よかったな、インスタ映えしそうな感じだもんね、確かにインスタ映えする、インスタ映えって言葉ね、うん、はい、はい、っていう感じです、はい、まあ、はい、もうそっかで半年ってことですね、半年ぐらい、半年ですね、もうすぐで半年ですね、もう今ね、下北でも、いやいや、辻ちゃんがほぼ来てるだけいやいやいや、辻くんが流行らせてるみたいな、辻くんが流行らせてくれてるだけいやいや、僕まだ1回しか行ったことない、私も1回しか行ったことないんですけど、いや1回来てくれてたら十分ですからね、下北沢サウンドクルージングの時に、そう、なんか行った時に行こうって言われて、呼んで、そうそう、一緒に行って、俺がいない時にも、いない時です、うん、辻くんは来てくれてる、あの下北から出て南口出て大関の、そうね、大関、大関の奥ですね、そうです、曲がらない、大関、あ、違う、大関と au の間の道をまっすぐ行ったら突き当たりですよね、そうですね、俺より辻くんがいるっていう結構お店立たれてるんですか、全然いますよね、めちゃくちゃいますよ、うん、いる時に行きたいですね、うん、あ、ぜひぜひぜひ、すごい料理も美味しいし、めちゃくちゃ褒めてくれるねあなたは常連、あなたは本当にうちの店ですから、ね、辻くんがさ好きなさメニューは何なの、うん、おつまみとかで、メニューはね、うん、いやでも香ばしちゃはやな、香ばしちゃは、だからもう絶対、え、そう、おつまみ、あと、あ、ニョッキ、ニョッキ、何ニョッキって、ニョッキって、まあ、芋の、まあ、なんか餅みたいなやつをゴルゴンゾーラチーズソースで、うん、おしゃれだな、はい、うん、辻くんおしゃれっすね、それで考えたら辻くんニョッキ食ってんの、ニョッキ、でもそこでしか食わない、そこでしか 食わないから、うんうん、そんな向きになることない他で食ってもいいんだけど、食べてないよでも正直本当にこれ、まあ結構大人になって有名ですけど、いつものでもいけますよ、辻くん、うわすごい、めちゃめちゃ常連だ、嬉しいっす、香ばしさとニョッキが出てくるんで、いつもので、いつものでもいける、万願寺唐辛子のやつ、あ、そうっすね、あ、なんかそれなんか言ってたかも、かも、なんか名前が複雑って思った記憶が焼くんすか、万願寺唐辛子炒めますね、揚げとじゃこと一緒に炒める、あ、いいですね、それうまいですね、美味しいっすね、つまみ、おつまみとして最高、ね、私あと、うん、まあ、喋ってると、キャオリンって、料理人がいるんですけど、はい、もう何でもやりたがって、うん、もう即、試すんですよねセブンイレブンとかも、ね、料理も買いに行って、はい、こんな料理あったらいいのになって辻君が言ってくれたらそれをやりたくてしょうがなくなって、うん、なるほどね、すぐ買い出しに行って、まあ、待たせてるんですけど実はお客さんは待たせてるんですけど買いに行って帰ってきてそれを料理してみるっていう、すごいお客さんを待たせてまで、すごい、そうっすね、チャレンジ、でそっから生まれたのがあの区民割なんです、ああそうなんだ、エレフルで出してる、うちで今出してる区民割、うん、あれ美味しかったね、本当に受ける人に受けてますよ、うん、それ必ず頼む人最近いるもん、あ、マジですか、なんか変な話やったんですよ、あの飲み物を飲みながら、うん、まあ、こう一品みたいな頼むのをなしにして、はい、もう全部を一個にしようっていう、まあ酔っ払ってるゆえの発想ですよね、食べ物飲み物化計画だそれ食べ物と飲み物一緒にしようって、成功したの、成功しました、すごい、成功した、すごいすごい、生トマト入れてみようか今度、うお、生トマトねクミン焼酎みたいな感じになるのかな、その豆乳割とトマトジュース割が選べるってこと、そうなんですよ、エレフルはコーヒー中ってさ、うんうん、
あのうち豚作ってるんですけど、そう出してです、うん、あれってさもうさ焼酎にコーヒーの味が出てるって分かるじゃん、はい、あれ黒くなってんじゃん、はいはい、あれと同じで、うん、クミンを焼酎に入れて、うん、もう色も味も出てるものを作ってるのよ、うん、その本当にすいません、あのその焼酎をクミンにつけるってこと、クミンを焼酎に焼酎つけて、そう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 えつけとくとそう出るのよ、クミンの味が焼酎にそのまま、うん、そう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 、味がつくから麦茶のティーパックとかと同じよ、ああはいはいはい、水じゃないそういうことか、うん、そうそうそう、それが焼酎でなってるってこと、そうそうそう、うん、へえ、それを割ってるんだ、それでもうちでやったんだ、その意見そう最初案が出て、でも店でやったのはあの、うん、マボネンの中でずっとやってたのはもう、うん、ひどいやつをいろいろ、ひどいやつをね、もう酔っ払ってるんでもっとなんか、うん、そうですね、やばいやつをハンバーガーとかやりました、チーズバーガーチーズバーガーをミキサーにかけてそれを焼酎で割るっていう、いやだから食べ物と飲み物のチーズバーガーをミキサーでかけること自体がきついもうすごかったな、いやクソまずかった、いやそりゃそうだ、まあグラスあるじゃないですか、こう上までこう飲み物が入ってて、はいはい、この辺にチーズバーが浮いてるでここが透明っていう、透明っていう、きついな、ソーダっすか、割ったのはソーダ、ソーダ、ソーダかな、チーズバーガーをソーダで割ったの、チーズバーガーお酒水かな、水はきついわマジでマジでまずいなっていう話を、それ普通に考えて食べた後じゃないですかそう胃の中だね、食べた後の胃の再現、高校生ぐらいの発想、そうですね、深夜3時でもそれの成功がクミン焼酎ってこと、そうそうそう、その時やらんかったけどね、なんか辻ちゃんが、うん、そう美味しそうやなっていう話をしてて、そうそうそう、実際やって持ってきてくれたらトマト割りとかしたらすごい美味しいなってなって、そうなんですよね、なんかスープ、ね、高級なスープみたいな、そう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 、味がするっていう、だそうだ俺そうまだ結局やってないな、酔っ払いパスタ作ろうと思ってて、はい、冷製パスタ、酔っ払い冷製パスタ、はい、つまりそのクミンだしっていうか、そのだしっていうかあれお酒を使って、はいはいはい、ちょっと冷製の、あの例えば生本当にとること生トマト刻んだクミンパスタ、お酒のパスタってこと、お酒のソースみたいな感じでやってみようかなと思って、ああ多分もう食べたら酔っ払うっていう、食べたら酔っ払うパスタ、逆だ、その飲み物化するんじゃなくて、うん、飲み物を食べ物にやるやつだでもそっちの方が多分合ってると思う、うん、基本はね、そうですね、まあ味間違いないですからね、ちょっとだから苦味が出るじゃないですか、うん、焼酎の、はいはい、多分それぐらいですよね、だって違いとしては、だしみたいなもんだからね、そうですね、味がそれはでも食べてみたいですね、うん、そうちょっとパスタニョッキでやろうか。酔っ払いニョッキ。酔っ払いニョッキ。酔っ払いニョッキって、なんかニョッキってその言葉の語感もあるけど、酔っ払いニョッキってなった途端のすごい遊んでる感が。そうですね。パーティー感があるある。酔っ払いニョッキ。名前いいな。名前がね、可愛いけど。確かにな。そうそう、で、そうですね。今度あの生活に、あのステージの。はい、主催の生活ってイベント、10月20、21、22の土日、そうやな、それ俺全然分かってないんで、俺があのね2日間やるんですか、俺ね俺全然分かってないですよ、分かってないですよね俺も全然分かってないです、ニコさんも行ったことないですか、あそこには、ない、あであのイベントほんまにあんの、なんかあの発表されてましたよね、人も発表されて、人もされてるし、あの俺は2日間行くの、え、いやいいんだよ、全然いいんだけど、え、2日間開けといてくださいって言われた、え、言ってましたよね、2日間になってます、え、そうか大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、俺全然分かってないの、大丈夫、もうエレフルも出店する、うちのスタッフも出るし、エレフルもフードの出店、そうす、ドリンクの出店、そうそうそう、うん、フードも結構、フードどうしよう、どうしましょう、そうなんですよ、で LF も出るし、うん、僕のマボネも出る、そうなんで、他どこだって、で1個そのロステージのギターのタクトさんが最近店やり始めて、そのパスタを出しますっていうのを絶対決定してて、あと静岡の R 食堂っていうとこがあって、うん、そこカレーを出します、うん、なるほど、じゃあパスタとカレーは作るなっていう、そうそうそう、答え、だちょっと僕らはこっちは居酒屋 系じゃないですか、うん、居酒屋メニューの方がいいのかなっていう、居酒屋メニューとご飯メニューとみたいなこと、
そういうことか。RR もですよね。あ、そうそう、RR も出ます、うん、あれはでも茨城県、そうそう、茨城の古河市ってところにあるあのスペースがあって、古河市、そうです。あれってさ、その茨城県の名産品を使ってほしいとかも何にもない？ないっすね。あ、それあんの？それ結構いいじゃないですか。納豆ってしか俺思い浮かばないですよ。それ水戸ですもんね。水戸ですもんね。水戸納豆。あ、水戸は違うんか。違いますね。古河市は何があれなの？古河市の有名なもん、ちょっと誰か教えて。古河市の有名なもの。有名なものですか？古河市の有名なものあんの？本当にまあ茨城県ってな、あと何有名ですか？誰か知ってる人おらんかな。茨城県の有名なもん。しかも結構へ、まあ、辺鄙な場所にあって、まあ、駅からも割とちょっと 歩いたり、まあ、結構遠いみたいで。バラ、はいはいはい、バラバラ、 バラ、花を散らす、バラ。バラって書いてあります。バラ、うん、あ、人参、あ、にがうり。マボネンさんは出店をしたことあるんですか今まで？欲しいも、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 秋っぽい。確かに。俺でもちょっと思ってたんですよ、ほんまに。おじいちゃん言っていい？はい。これニョッキーやん。ニョッキーあるやん。はい、ニョッキーって芋のなんかまあこう練ったやつみたいなやつがソースの中に入ってるやん。はい。で、芋、芋餅、芋餅ってあるやん。うん、ああ、はい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 。芋餅の中に。はい。こうゴルゴンゾーラソースをうまいこと入れたら、ワンハン、あれだいたいフェスってワンハンド料理が流行りますね。それどうすか？それ発明ですね。あ、うん、それわかんないです。ももちってうまいしな、食感、うん、それ食ったらチーズが溶け出して、と溶け出して、美味しそう。まあ正直なんか想像つくようで、芋もちやからあんまりわからへんかなっていう。あ、さつまいももち。あ、さつまいもだと甘くなりそう。大体何でできてんの、うん、え、じゃがいもとかじゃないんですか？多分じゃがいもですね、あれは。じゃあちょっとさつまいも入れよう。さつまいも甘くなりそうですね、うん、でも美味しいんじゃん、うん、美味しそう。美味しそうですね、それ。そ、じゃあ決定で。ワンハンドか、すごい。いやでもワンハンドですよね。エルフは何をするんですか？いや、何しましょう、ね、決まってない、うん、あれ、まあ、あれでいいのかな。いや、あれでちょっとロストイジジムに話してみたら、うん、それめっちゃいいじゃんってなりました。あ、本当？何？でもめっちゃ隠すね。うん、あれで、あれで、いや、あのね、あれでめっちゃいいじゃん。あの、どれ？近くのラーメン、中にラーメン屋があるんですよ。もう、はい、ラーメン屋が。もう有名。で、そこのぶっとい麺を、はい、まあ、売ってもらって、極太ソース焼きそばやろうかなと思って。あ、めっちゃ美味しい。焼きそばいいですね。で、もう、その場で作れるから、うんうんうん、でっかいホットプレート買って、やろうかな。そんなんも絶対美味しいな。でもなん か片手にビール、うんうん、片手になんかっていうのが理想やなんやろ。そうですね、一応、うん、そうですね、フェスだしね。ケバブの一人勝ちなんやろ、うん、ああそうか、ケバブ勝つかならしいっすよ。でも一応、あ、でも確かにセロフェスはホットドッグの一人勝ちでしたね。あ、なるほど。あ、パクチー程よく軽いし、ご飯もとして食べれるし、小腹も満たせるし、お酒にも合うしってことですよね、うん、そうだね。で、両手も塞がらないし、塞がらない。なるほど。そのワンハンドっていうの結構キーワードかもしれないですね、そのフード出店。これ今日考えんの？すごい公開ミーティングみたいになってますけど、うん、何するか。いや、面白いですけどね。ちょっとじゃあ言って、何？コラボ？どんなんすか？コラボします。コラボ。コラボってコラボってでもどうすんの？両方の店が出てて、どういうことなんだ？どっちでもそれは売ってるっていうこと。まあいいけど、ね。コラボはよくわかんないな。でも僕も全然本当わかってないんですけど、はいはい、あれは何品ぐらい出すんですか？僕フェス初出店なんですよ。あ、やっぱそうなんですね。そう。いや僕正直一品でいいと思ってます。わかんないですけど、あとあれっすよね、もうそう状況がわかんないじゃないですか、あの、うんうん、あのなんていうんですか、え、ついちゃんもそんなわかってない、冷蔵庫とか、冷蔵庫とか、そのそこら辺、冷蔵庫はないんで、どういった施設があるのかみたいな、そう、電源しかないと思うんですよ多分。うーん、そう、そうかない時に焼きそばならその場で作れるなっていうのがあって、
だからほんまに俺らはもうちょっと生活のこと知った方がいい。そうなんです。どれぐらいの大きさのテントでやるんかとかも知らんやんの、うん、あーテントはそれ知ってんねや。僕は行ってるんで一回でも出店とかしてないんで。でもだって今年同じかどうか分からへんってことやろ。まあ、そうですね、結構増えてるんですよ今年。そうだ、ね、めちゃくちゃ増えてて、今年最後なんだよね。今年そこの場所でやるのは最後、そこでまあ仕上げるやつ。そうなんで、すげえいい場所なんですよ。なるほどね。でそっち あの出店エリアで弾き語りもやることやるんで、うんうんうん、で割とあの今までで一番祭りっぽい感じになると思うんですよ。なるほどなるほど。ああなるほどね。辻ちゃんが一番知ってるな。そうですね、僕は行ったことあるんで。でもじゃあどうする？もうだってすごい、だって大きいイベントになったらすごい何品も出してるやん。そうっすね。でもいやもう焼きそばだけやで今やったら。いやでもそれでもいいでしょう。もう僕でももうメインかぶりしてるしね。あのこの前セロのやつで2品にすればよかったと思って3品出したんですけど、はい、欲張らない方が大変、提供するのに品数が多いと大変ってことですよね。大変だ ね。そのこっちからも茨城のキュレーって持ってきるか分かんないじゃないですか、仕込んだものを。あ、まあ、東京のどっかに出店だったら、まあ、なんとか行けるじゃないですか。ちょっとそうす、ね、車とかでね、ちょっと保冷しながらとか、ね、そうパスタあって、まあ焼きそばあるやん、はい、俺多分そうめんやるやん。ああそうですよね。ああそう、下北そうめん、下北そうめん俺食った。なんかご飯ものばっかですね。でもね、確かに麺ものばっかりやし、うん、メインものばっかだからちょっとつまん、なんか例えばどっかでカレー食べちゃったら多分焼きそばいらないし、そうってなっちゃうと、それカレー食べた後でも食べれるものとかの方がいいんじゃないですか。じゃあイカ焼きだな、うん、そういうものがいいと思う。いいですね、そういうものがいいと思う。イカ焼きなんか絶対いいな、うんうん、そうだな。ちょっとメインの昼の時間過ぎたらイカ焼きに変更だな。あなるほどなるほどね。うん、なんかそういうものがあった方がいいと思います。一、ね、つよりは、うん、イカ焼きと焼きそばかな。焼きそばにもイカ、屋台飯って感じです。確かにそうですね。 あとじゃがバタかな。あそれはいいです。もう三品なの。ホイルで。もう三品。もう結局三品ですよ。それいけるかもしんない、うん、いけそうですね。でもホットプレート勝負です。でもホットプレートをどう生かすかってことですね、うんうん、使うならどうせそう、そのために買うから。もちろんホットプレート、ホットプレート、6人用みたいなやつなんで結構でかいと思う。へえ。もうでもだいぶもうあれやで、コラボメニューからそれたけど。コラボメニューってどういうことなんやろな。なんかそのフェス出店関係なしにコラボメニューがなんか期間限定とかでお互いのお店にあったりとかしたら面白いですね。それほんまやりたいですね。なるほどね。なんかお互いのお店のお客さんがお互いのお店を知れるじゃないですか、うんうん、確かにそういうのも面白い。コラボメニューでもどういうこと、わかんないけど。じゃあ例えばその香ばし茶アレンジを LFL で出すとか、なんかあなるほど、ね、なんかそれをそうですね。とか LFL のなんだろうなんだろう、何がいいかな。もう結局、うん、もうほんまに何でもいいと思うんですよね、うんうん、美味しいかろうが美味しくなかろうがやってるって2点でやってるっていうことに意味を見出したい。そうですね、うん、最終大きくなっていてなんかイベントになればいいのんべイベント。世田谷なんちゃらってメニュー作りましょう。ああ下北ってあんまり痛くねえんだな、負けたくないんで。そうですね、新大田なんでこっち。そうですよね、うん、世田谷なんちゃら、うん、すごいいいやん、うん、高級感あるやん。世田谷そうですよね。世田谷広いし、大関で買えるものにしましょう。そうですね、うん、縛り大関で買えるもの。大関何でも売ってます、ね、何でもあるからな。何でも売ってますね、うん、なんか LFL の2人はその辻くんが店舗を持ちたいということからお店がスタートしてますけど、はい、マボネンはどういうきっかけでスタートされたんですか。マボネンは本当に何の脈絡もなく
始めましたね。え、もともとそのお酒だを作るのが好きとかお料理するのが好きとかだったんですか？いやもう僕今に関してはこんだけ辻くんも来てくれてますけど、うん、僕何にもしてないですからね。辻くんの接客をしてるだけで、あ、辻くんの料理も全く考えてもいないし作ってもいないし、下北そうめんだけ考えたんですよ。下北そうめん、あ、そうだったんですね、うん、だ俺、あ、それで言ったら下北そうめんっていうものを考えついて、そうめんって夏場すごい食べられるのに、うん、秋冬になるとすごい家に余るし、なるほど、その冬の食べ方入麺ぐらいしかないなってなって、はい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 、これそうめん業界取り込んでなんかうまい売り方を考えたらイボの糸から協賛来るかもみたいな。そうほんまにその通りでそれ考えようと思って、その考えてる飲み屋にあった食べ物が牛すじ煮込みで、うんうん、牛すじ煮込みをそうめんにぶっかけたら、美味しいんちゃうかなっていう、それが下北そうめんなんですけど、美味しそうですね。最終それをレトルト食品にして、うん、エビナのサービスエリアで売ったら、俺は多分もう一生バンドだけしてたらお金が入ってくるんちゃうかなと思って、そのためには店がいるなと思って始めたんですよ。店を下北そうめんから店からなんですか？店下北で物件ないかな、あったやろうってなっただけ。すごい。じゃあ下北そうめんを世にこう送り出すためのお店になってことなんですね。そうですね。そうですね。工場できたらやめますね。僕は。面白いな。へえ。そうですよ。だからもう全然だからすごい不純やし。でも流行ってるのすごいね。辻ちゃんがいるから全然入れない時もよくありますからね。ないですよほんま。辻くんがいてくれるから。辻くん半分レギュラー、準レギュラー。うん、そうっすね。まぼねん準レギュラー。ありがたいことに。食べに行ってみよう。下北そうめん。下北そうめん一回食べてみてください。あの、うん、なんか。食べましたよって SNS に載せてくれたら、うん、かりました。僕が助かるって、はい、将来につながる。届け海老名のサービスエリアで、うん、そう、なんかそれ結構気になってて。なるほどな、うん、始めるきっかけね、うん、なんかお店を持ちたいって思ったきっかけみたいな。いやでも本当に正直そのまあ本当にそうなんですけど、下北そうめんありきやったんですけど、全然やる気なくて飲み屋をやりたいとも思ってなかったですし、ずっと働いてたんですけど、まあ、だからすごい自分でもよく分かんないですね。でも本当にそのおかげで辻君とも仲良くなれたし、そうですね、下北沢って本当にミュージシャンの街やし、うん、役者さんとか芸人さんとかすごい多いですけど、うんうん、だからできるんじゃないかなと思ってたら、思った以上にこいつらほんま暇やなっていうぐらいそのはい、はい、ね、職種の人がいるって。なるほどなるほど、なるほどな。それでやってるだけです。でもすごいいい立地ですよね、うん、駅から近いし。そうですね、ありがたいことに、うん、はい、ちょっとぼちぼち時間もあれなんで、はいはい、コラボはちょっとじゃあ今度、そう、今後ちょっと辻君と夜行きま す, す、ね、はい、終わってからでも行けますからね。そうだね、12時に終わればそうですね、考えます。もうあっという間なんだろうな、もう1ヶ月もないですもんね。いや、そうですよ、そうですね、こんな感じで大丈夫なのかな。大丈夫です、イベント迎えて大丈夫です、ロステージなんで大丈夫です。そうか皆さんでもまぼねぜひ行ってください。駅近いんでね、はい、ぜひ。はい、夜2時までですか？3時まで、うん、すげえな、すごい、いいな、3時か、じゃあまた遊び行きます。はい、すいません、ちょっと遊びに来てください、はい、ありがとうございます、すいません営業中に。いえいえ、本当ありがとうございます。今から戻るみたいなんで、ね、戻られるみたいな、はい、戻りませんけど戻らないですか？いやいや戻りたくないなと。じゃあちょっと飲んでいってください、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ニコさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ごめんなさい、じゃあなんか先の予定がある人は。そうですね、私告知事があって
して、はい、下北沢映画祭っていうのが10月の7日から7、8、9の3日間に下北沢のなんかいろんなライブハウスだったりとかトリウッドっていう映画館だったりとか。下北沢に映画館知ってました？あ、トリウッドってこの前初めて場所分かった。あ、本当ですか？あの王将のところから、シカゴの上で、そう、シカゴの上です。古着屋の、そうそうそう、に映画館があるんだと思って、そう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 、そうなんです、うんうん、とかで映画祭があって、まあ、いろいろコンペとかで流れる映画もあるんですけど、そこで今泉さんの映画の特集上映みたいなのをしてくれるみたいで、今泉さんがその下北沢 の、 あの映画、下北沢映画祭で第2回の時に最低っていう作品で準グランプリを取ってるんですけど、それの最低が流れるのと、8日中日か、10月8日の3時半からライブハウス近松で、あの乃木坂46の個人 PV を今まで今泉さんって6本ぐらい撮られてるんですけど、それって基本的にはその乃木坂46がシングルとかを出した時の特典なので、予告編は上がってるんですけど、本編は購入してる方しか見られないっていうのと、あと、まあ、やっぱ大きいスクリーンで見るっていうのがあるので、それ6本全部流す。へえ、それなんかちょっと貴重だな。そう、個人 PV 上映。監督のそっちの方見たことないもん、俺。なんですよ。で、あとそれがしかも無料なんですよ。なんか申し込みが必要みたいなんですけど、無料なので、で私そのうち3作品衣装で入ってるので、もしよければ見に来てくださいというか、もしかしたらなんですけど、私もなんか当日トークでお話しさせてもらうかもしれないっていう話を今しています。そうで、その9日にその最低っていうその第2回下北沢映画祭で今泉さんが準グランプリを取られた作品が上映されるみたいです、はい、うん、っていうのと、あと前回とかも話してたムージックラボって、なんだっけ、映像作家さんと音楽の人がタッグを組んで映画を作るっていう企画 の、 そのムージックラボを終わったんですけど、なんかアンコール上映が決まって、9月の30日から10月の6日新宿のシネマカリテっていうところでやるので、なんかもし前回のラジオ聞いたけど、結構今回すごい盛り上がってたから全然見れなかったんです。私他のプログラム全然見れなくて、見たかったのにみたいなのが多くて、もう結構そのショーとか撮ったものはホームページとかで上がってるんですけど、そう、今泉さんなんか最優秀男優賞取ってて、マジでか、そう、今泉さん最近役者がすごいみたいな、そうで、その今泉さんが出てるグルービーって作品とかもそのアンコール上映でやるので、そう、見逃した方はぜひ私も見に行こうと思っています。はい、っていうのと、まあ、これ結構先の話になりますけど、最近明日のアー第3公演の第3回公演のあれが日程11月3、4、5からなんですけど、それのチケットが昨日から発売になったので、皆さん気にしておいてくださいっていうことですかね。はい、はい、そんな感じです。はい、はい、辻君は、僕はもう1本、それ1本ですね。シネマスタッフの夜音が10月14日にありまして、そうだそうだ、これもうありがたいことで、もうちょっとで売り切れそうなんです。あ、まだ完売はしてないんだ。まだ完売してなくて、 あともうちょっとなんで、ぜひちゃんとスケジュールに入れてあるよ、お願い、うん、入れてあるよ。あの最近ちょっと前に発表したんだけど、あの、うん、岐阜から、うちら地元岐阜なんだけど、うんうんうん、岐阜からバスツアーの企画が、企画もあるんで、すごい、なんか岐阜から来たい人はそれ使って、でもさ、それってさ、絶対さ、わざわざ東京から岐阜に行ってそのツアーから来る人絶対いるでしょ。いや、ありえるよ、いるよ、いるよ、絶対いるよ、ありえるよ。俺ホームカミそれやったら京都行くもん、俺。嘘、マジかよ、絶対嘘でしょ。それはすごい。でもいるんじゃない。いや、辻君たちはもちろん乗ってないもん、乗ってないです、乗ってないそうだよね、本当に弾丸ですよ、本当に、うんうんうん、その日の朝、うんうん、乗って夜音まで来て、で夜音終わってそのまま夜音からバスで岐阜駅まで戻りますみたいな。じゃあその岐阜の人たちを招待みたいな形ですよね。そうそうそう、すごいな。まあ、それなりにバス代はかかるけど、そっかそっか、まあ、やっぱ東京来たことない人とかさ、あんま分からへんじゃん、ちょっと一回 LF の前に泊まってほしいけど。そこは確かに組み込んじゃってほしい。確かに、うん、まあまあまあ、うんうんうん、それ楽しみ、うん、なるほどね。
俺もヤホマ見に行きたいと思ってますので、うん、まあお店はもう休みは、はい、休むでしょうね、うん、はい、でその翌週が生活ですね、はい、生活ですね、あそうだ21、22ですね、あとちょっと一個言っていいですか、はい、ちょっと、はいはい、とりあえず明日明後日が、はい、今あの音色やそうかのが、はいはい、あのかき氷を出してもらうんですけど、うんうんうん、もしかしたら来週もどっかでやるかもしれない、エレフルで、そう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 、とりあえず明日明後日やる、嘘、うんうん、かき氷食べれなかったの今年の夏来ようぜひそうです、明日じゃあ朝のあの稽古の前に来ようかな、うん、とりあえずこれ流れる時にはそうもう一回終わっちゃってるんで、多分それまでには多分もう決めれるかな、次の情報で日にちは決めれるかもしれないんで、それをお待ちください、はいはい、そんな感じ、あ2つほどいいですか、はい、ちょっと映画つながりで、はい、友達のエリザベス宮治君っていう映画監督がポレ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 東中野で、うんうん、モロハっていうバンドのドキュメントとして追った劇場版その日暮らしっていうのが、はい、これも9月30日から3週間ぐらいあれらしいので、うんうん、よろしければぜひっていう、ね、この前あれですよね、ロフトで今あの今泉さんエリザベス過去作品上映感意味してましたよね、やってましたね、うん、気になってたけどなんかオールナイト上映だったから行かなかったそうそうそう、ましたね、はい、あと10月の8日日曜日に「はい、常夏」っていう、うん、ファッションレコーズって元フジロッキューの元気くんがやってる人が渋谷のウームという場所で、10バンドぐらいわーって、はい、大森聖子さんとかいろいろ出ますのがあるので、よろしければぜひっていう感じ、常夏ってなんか前千葉とかでしたよね、千葉とかすごい偏僻なところでやったりとか、ね、日野市民会館とかまた特殊なところでやってたりしたんですけど、うん、今回ライブハウスでっていうことで、へえですね、元気さんのイベント、元気くんとあと大分に住んでる人の、まあ、共同イベントみたいな感じで元気くんのバンドも出ます、なるほどなるほどですね、はい、はいはい、そんな感じでじゃあ後半いきましょう、はい後半いきます、はい